待て、なんか変だ。どうしたの？何です？旦那、何か聞こえないか？え？ワインの匂いを嗅ぎつけてきたんだ。どうするんですか？やるぞ。え？危なかったね。なんとかワインも大丈夫みたい。さすが旦那、あんなでかいの倒しちゃってるし。いや、3人がかりじゃなきゃやばかったさ。さ、もうすぐ城だ、急ごう。うん。この時期にトロルが？やばい、すっかり暗くなってる。日が暮れるまでに城に届ける約束なんだ。殺されるよ。ぼやいてても仕方ないでしょ。申し訳ありません、旦那。疲れたか？もう少し頑張ってくれよ。見て、なんかやってるよ。おお、にぎわってるし。マーカス大道芸団とかも行ってたかな。見たいけど、今は城に行くのが先だ。なんだお前たちは。ラパッチワインショーです。ご注文のワインをお届けに上がりました。そうか、聞いている。しかし約束の時間はとっくに過ぎているが。遅いぞ、一体いつまで待たせる気だ。それがワイン倉庫に行く途中モンスターに襲われちゃいました。言い訳はいい、早速中の給仕に届けるのだ。はい、これからもラパッチワインショーよろしくお願いします。何よあれ、せっかく運んであげてるのに。ひっためにくるな。もうお待たせしました、ご注文のワインです。確かにご苦労様。では俺たちはこれで。え、
ていいの？少しくらいなら平気さ。あ、ユリさん。置いてかれてるし。姫様か。レナード、どうしたの？お姫様に見とれてた？もしかして。時は満ちた。 It's show time!君、今宵はよくぞ我が娘のために集まってくれた。
礼を言う。愛する妻を亡くし10年、その忘れがたみ愛しき静奈も今日で18となる。無事この日を迎えることができたのも静奈を慈しみ慕ってくれた皆のおかげだ。私は皆に感謝する。今宵はこの宴を存分に楽しんでくれ。パランドールに栄光あれ。パランドールに栄光あれ。なんでかな、なんか寂しそうに見えないか。え、そう？あ、そういえば10年前フォーリアンが城を攻めてきた時に王妃様が亡くなったんだけど、それ以来喋らなくなったって聞いたことがある。静奈姫。国王陛下、大変です。宴の最中であるぞ。どうしたというのだ。町に巨大なモンスターが現れました。なんだと？ここから一歩も通してはならん。静奈、さあこっちへ来なさい。さあ早く。やっとお前の声が聞けたな。紛れもなく私の可愛い娘の声だ。父上。さあ静奈、もう行きなさい。いや、いやだよ。私一人ぼっちになっちゃうよ。ダメ。
姫様。父上。逃げよう、ここにいたら君も殺される。そんな父上。早く、こっちだ。行こう。太鼓閣下、しっかりされよ。まさかこんなことが。これでまた振り出しか。和平など最初から無理だったのだ。陛下、サイラ様、陛下が。なんだ。君は死んじゃダメだ。しっかりして。あなたは。俺はレナード。なぜ私を。それは君が大切な人だから。え？いや、この国にとって大切な人だから。だから絶対に救ってみせる。おい、お前たち、こっちだ。地下へ逃げろ。行こう。レナード、どこ？レナード。生きてるか。そっちは。今逃げるしかない。大丈夫。